皆さんこんにちは、ペソでございます。ポポロクロイス物語ですね、続きやっていきたいと思います。本当正直言います、1ヶ月半ぶりでございます。大きな声では言えませんが、あの氷の魔王が復活しようとしているという噂があるんです。でもで万が一に備えてこの扉を閉めるという命令も来てるんですよ。あの僕とっても大事な用があるし、それに王様の許しも持ってるからだから大丈夫だよ。ダメですよ、とにかく外は危ないんですから。でも僕大事な用事があるから。そうなんですか、どうしても行くんですか。扉閉めちゃいますからね、本当に閉めちゃいますよ。いいんですね、それじゃあ本当に気をつけてくださいよと。それじゃあ扉閉めちゃいますよ、いいですねと。はい、ということでですね、駆け足の泉に、おっとセンターでいいでしょ、センター。あ、ミスクが、食らうよ。はい、行きましょう。お、デフがいる、デフが。よいしょ。まったくひどい寒さデフねーと。これじゃあ北にあるシティの方がまだあったかいデフよと。ここから行けますよね、確か。あ、そうそうそう。あ、こっちだ。あ、しまった。マジっすか。やられちゃった。ああ、一応滝根村で休んだことになるんですね。っていうか、お金半分になったんじゃないの。Oh no. キャリースペシャルの人ですね。いやー、まさかやられるとは思ってなかったな。1万近
近くあったお金がなくなるのは痛いですね。まだ泉の方は大丈夫そうなんですね。ここなら種がまけそうだけどどうしようかなということでね、よしここにまこうと。はい、ピエトロはソームの種をまいたと。あ、妖精さんね、あの竜の玉くれた人ですね。ソームの花を育てたいのねと。いくら駆け足の泉でも100年なんて時間そう簡単に過ぎるもんじゃないわと。そんなと。あらあら、そんな悲しそうな顔はしないで。あら、あなた前にも会ったことあったかしらとね。ごめんなさいね、人間の子供の顔はみんな同じに見えちゃうもんだからと。分かってるわ、あなたはあの森の魔女ナルシアを助けたいんでしょと。あの子と私はこの森に住む仲間見捨てるわけにはいかないもの、ちょっと待っててと。探してくれるんですね。さあその花を取りなさいと。はい、これでね、ソームの花手に入れますんで、はい、気をつけて帰りましょう。もうすぐ北の方からとても冷たい風が吹いてくるわと。そうしたらこの泉もすぐに凍ってしまうでしょう。この泉だけじゃないわと。寒さが続けば森の命すべてが死に絶えてしまうでしょうねと。だけどもしかしてあなただったら。うん、なんでもないと。あなたはあなたを望む道を行けばいいわ。それじゃあ気をつけてね。はい、とりあえずね帰ってみましょう。はい、癒しの枝ね。おお、あ、ダッシュ切りうまくいきましたね。ちょっと一人ですからね。まああんまり効き目ないけど。強かったよね。はい、ということでね、縄文城まで戻りましょう。縄文までね。うわぁ、エレベーター勢いできたな。え、だかんね、だかん。はははははは、これずるいな。今のはずるいね。最悪だ。
とりあえず戻りましょうか。1000あった所持金が。はい、あの白木さんいますね。おお、帰ってきたぜござるかとね。心配させやがってと、あのバカ王子帰ってきたのかとね。ああ、ガミガミさんも来ましたね。扉閉めますよと。こんな面倒くせえ時にお前一体何やってんだと。まあ無事であればそれでいいのでござるか。思い出したでござる。パウロ国王がピエトロ殿のことを探していたでござるよとね。もうすぐ大事な軍議が始まるらしいでござるよと。急いだ方がいいでござるよと。そっちじゃないだろうと。あんた総務の花手に入れたんだろう。ナルシアが待っているんだ。部屋に来る、持ってくるんだよと。怒られちゃいましたね。ん？あれ違った。こっちだっけ。ああ、あったあったあった。ナルシア起きられる？と。ピエトロは総務の、あ、ナルシアに総務の花を食べさせたと。お。あ、ごめんごめん、ついうとうとしちまったよ。あんた総務の花は、なんだ、もう食べさせてくれたのかいと。ナルシアはもう大丈夫だよ。ただ少し休まないと起き上がれないと思うけどと。あんた泉の妖精に何かしたかいと。何のことと。あんたが持ってきたのはただの総務の花じゃないと思うよと。私も実物を見たわけじゃないんだけど、それは100年ごとに咲く花じゃなくて1000年に一度だけ咲く、ごめんなさい、総務の命の花さと。
これはひょっとすると森の魔女の力が戻るだけじゃなくてやめておこうと。ちょっとね、特殊な能力入ります。確かなことはまだ何もわからないんだから、とにかく感謝するよ。用事があるんだろ、急いだ方がいいと思うよ、ということで。で、軍備の話ですね。こっちか。あ、ここは食堂でしたね。どこだっけ、会議室。ここです。あ、いたいたいた。あ、また勝負ね。死ぬほど嫌いな戦争ですが、やらねばならん時が来たのかもしれませんとね。佐藤さん、あ、佐藤さんね。はい、じゃあ王様に話しかけましょう。お前も王子だ、ミルナーと一緒に話を聞きなさいと。あ、座った。それではサボー殿、サボー殿が調べてくれた事実、みんなに説明してもらえるかと。おほ、それではまず最初に一番大事な事実を説明しよう。10年前この国を襲ったという氷の魔王、その魂がこの地上に復活を果たした、お静かにお静かに。で、氷の魂が、あ、ごめんなさい、魔王の魂が復活したのは残念ながら事実なのだと。そして氷の魔王を崇拝するヤブーたちの手によって北の大地に神殿が建造された。皆さんこの机の上の地図を見ていただきたいと。まずここがポポロクロイス城、そして城の北にフローネルの森に駆け足の泉と呼ばれる場所がある。さっき行きましたね。その駆け足の泉から森の間を抜けて北へずっと進むと、そこは氷と雪ばかりの白い世界、氷の大地だと。ここに氷の神殿は作られた。さてここからが重要なのだが、この氷の神殿は何のために作られたかわかるかね。氷の魔王の魂は復活したが、その受け皿となる肉体はまだ復活を果たしていない。おそらくヤブーたちの目的はこの神殿で大気中の力を集め魔王の肉体を再生することだと。そしてその肉体と魂を合体させ魔王の真の復活を狙っているのだと。そうなってしまってはもはや我々には万に一つも勝ち目はない。だが逆に言うなら魂と肉体の合体を阻止しヤブーたちを倒せばいいということだと。全力を持って氷の神殿を叩き魔王の真の復活を阻止する、それが平和を守る唯一の方法だと。また勝負ですね。わかりましたぞ、わかりましたぞ。となればここは我が城でも最強の兵を差し向けましょう。我が輩戦いは嫌いですが魔王復活だけは阻止せねば。最強の兵か、ならばその役目我々が、我々も行きます。みんなに呼びかけ攻撃隊を編成しましょう。いや、むやみに数を出しても意味がない。ここは最強の勇者を選び、わかった、みんなの意見とくと聞いた。みんなの意見しかと聞き届けた。だが氷の大地に旅立つ勇者はすでに決まっておる。その名はピエトロだ。しかしパウロ王子、ピエトロ王子はまだ子供です。このような任務を押し付けられてはあまりにもおかわいそうですと。確かにピエトロはまだ子供、この足自身が一番そう思っていた。だがいくつもの冒険を乗り越えピエトロは強くなった、たくましくなったと。ピエトロは皆を代表し戦う資格がある、そして義務もあると。
ピエトルはこの国の王子だ。率先して戦う義務があるのだ。ピエトルよ、国王としてお前に命ずる。北に向かい氷の魔王復活の野望を阻止せよと。わかりました、バウル国王。頼みましたよ王子様。この国の部屋を託しましたぞと。ピエトルの拙者も行くでござる。俺様もいてやる。だがな、これだけは覚えておけよ。俺様が戦うのはこの国の平和のためなんかじゃねえ。この世で魔王は一人、この神々魔王様だけで十分ってことを思い知らせてやるためよとね。あ、ナルチアさん来ましたね。ナルチアもう治ったなと、ピエトロ王子が持ってきてくれた総務の命の花のおかげよと。森の魔女の力も戻ったし、それに新しい力も授かったの。新しい力うふ、なんでもないすぐわかるわよと。ピエトロよ、仲間たちもまた集まってくれたようだなと。さあ氷の大地に旅立つがいい。みんなお前の働きを期待しているぞと。さあ、これでね、全員で動けるようになります。ピエトルよ、お前はワシとサニアの誇りだ。それを忘れてないぞと。そして勇気を持って戦うのだ。頼んだぞピエトルよ。氷の神殿の場所を説明しようと。クローネルの森を越え凍った川を進み、まっすぐ北を目指すのだ。そこは北の大地、真っ白い世界だ。そしてそこに氷の神殿はある。氷の魔王復活を食い止めるとしたら今しかその機会はない。頼んだぞピエトル王子と。待ったでしょうか。お聞きください王子様、北の大地はすでに氷の魔王の支配下にあるそうです。どれほど強い魔物たちがいるか想像もできません。どうか心してお出かけくださいと。それではですね、ちょっとお城出たところぐらいでね、今回終了とさせていただきます。あ、こんな感じでいいかなはい、ではご視聴ありがとうございました。それではさよなら。